命を大切にする政治へ。橋村理香、レポートです。仙台原発の稼働の中止を求める9、今回の要請でお願いした3つのこと。大和町議会議員西田由美子さんとの対談です。今回の要請では3つのことをお願いしたんですけど、1つ目はとにかく稼働中だったり、今から40年は経ったね、原発をもう一回動かすための今準備中だという1号機2号機をまず止めてくださいということと、今回の地震で120キロ総延長あると言われる配管の検査をしてくださいと、そして調べたことは公開してくださいということ、万が一のことが起きないようにするためのいろんな方策を立ててほしいという3つをお願いして。橋村理香と声なき声を紡ぐ会。Social Democratic Party